カバニエロス国立公園は、スペインの国立公園。カスティーリャラマンチャ州のシウダレアル県北西部とトレド県南西部にまたがっており、トレド山地を含んでいる。IUCN カテゴリーは2。1995年に国立公園が設置され、その際の面積は390平方キロメートルだった。エステーナ川とブリャケ川の間、 チョリート山地とミラフローレス山地に位置する。イベリア半島に残る地中海性森林の最高かつ最大の存続領域であり、多くの植物種が生育している。古生代に形成されたケインブリコワイ、オーディバイセコデルパルケナシオナルデキャバネーロズなど地質学的に特徴ある場所もある。スペインの対処地はニュージーランド付近であり、偶然にも本公園の正確な対処地には、 ほんがりろ国立公園がある。脊椎動物276種が生息している。種の多様性、その絶滅危惧種の比率の高さの両方の点で、川にイエロス国立公園の動物賞は注目される。哺乳類には、エステーナ側のカワウソや、森林地域のイノシシ、アカシカ、ノロジカ、ダマジカの夕日ズメ類4種を含む。本公園は絶滅の危機に瀕している。 イベリア大山猫の潜在的な生息地であるが、この山猫は近年ではわずか数度散発的に、目撃されたのみである、シュエサであるウサギの個体数が減少していることが、理由である、可能性がある。ライフプロジェクトの一部として、トレド産地が、山猫の再導入場所として使用されている。本公園は、欧州連合によって、鳥類特別保護地域に指定されており、鍋 黒ハゲワシ、イベリア型白わシの生息地となっている。本公園は世界で2番目に大きな黒ハゲワシの繁殖数を持つ。他の国立公園同様に、カワニエロス国立公園では、狩猟が禁止されている。しかし、何人かの漁師には、個体数抑制を目的とした非スポーツ的な狩猟が許可されている。ありがとうございます。